ブライアン・バートン・ルイスは東京都出身のタレント DJ。アメリカ国籍。宣教師の息子として日本で生まれ育つ。17歳の時、当時事故で入院していた小山田敬語と病院内で知り合い、それをきっかけに音楽業界に携わる。インターナショナルスクールに通った後、大学進学のため渡米する。その後、日本に戻る。1992年。 f m 8 0に主催の新人オーディションに合格指導局で DJ を担当する。1990年代にはロッキングオンなどの洋楽雑誌で通訳としても活躍。フジロックのサポーターとしての顔もあり、現在はフジロックの深夜帯を借り切ってオールナイトフジというイベントも主催する。1993年から1994年、テレビ東京で放送された。 モグラネグラという音楽番組の MC を務める。1996年より CS 音楽専門チャンネルスペースシャワー TV で数々の番組の VJ を長年にわたって務める。1999年にセガから発売されたビデオゲームクレイジータクシーの出演キャラクターの声を同じく DJ 仲間のケントフリックリーソルウィルカーソンらと共に担当する。 2004年9月、レギュラー番組がすべて打ち切りとなり、メディア露出は目立たなくなるが、2006年1月には、インターフム、サタデーフェスティバルにてラジオ DJ として復帰。現在、同番組は、スーパーフェスティバルに番組名を変更し、スペースシャワー TV では、デジタルアーカイブ X というミックスメディアな番組で、復帰している。また、クラブミュージック雑誌、フロアネットでは、 同名のポッドキャスト番組とも連動した、ブライアンバートン・ルイスのトーク上等を連載している。2008年、TBS ラジオ、カキーインのタイトルコールとキャッチコピーを担当する。ラジオ DJ の活動以外では、ナレーション、クラブ DJ、俳優の浅野忠信らとのバンド、サファリのほか、コーネリアスや砂原義則への英子添作などで作詞協力を務めるなど、 音楽活動も行っている。2011年、侵略イカ娘2第4話冒頭登場の外国人役としてゲスト出演している。ありがとうございます。